オカメインコは、オウムメオウムカに分類される鳥類の一種。オカメインコは名前に、インコとあるが、インコではなくオウム目オウムカに属するオウムである。オウムの仲間では最小。オーストラリアに広く分布し、群生する。和名、アカメインコ、片腹面インコは、頬にある大々色のチークパッチをオカメの面になぞらえたものである。 お葉を含めた全長は鳩などと同じくらいで、体そのものの大きさは、ヒヨドリなどと同程度である。全長の半分を占めるお葉と、頭頂部にあるン羽が特徴。ン羽は、精神状態によって立てたり寝かせたりする。驚きや緊張を感じた時や危険を察知した状態では立ち、リラックスした状態では寝ていることが多い。海鳥として、日本でもポピュラーな種である。 高い知能を有し、ひなから育てた場合は人によく懐く。石イ,インコや獣マツなど、おとなしい多種の鳥であれば、共に飼育することが可能である。また容易に繁殖する。オスメスの判断は主に尻尾の模様の有無や顔の模様で、ルチノーダネの場合は尾にある黄色の縞模様のみで判断する。パイドなどでは、外見上からは、雌有の識別は難しい。通常、 少しかがんだ体勢で見上げるようなポーズから勢いよく数歩前に歩き、泣き真似もしくは通り本来の独特の鳴き声を出す方がオスである。メスにもオスと同じく泣き真似をする個体はいるが、この独特の仕草で歩き回らないため、容易に判別が可能である。プロのペットショップによる判別方法も多くは個体の動きを観察する方法によっている。 この他の手法としては、羽毛や血液による DNA 性別鑑定を実施することで判定が可能。日本国内での費用は5000円から8000円ほどかかるが、海外に直接依頼する場合は3000円程度で可能である。他にも親鳥の品種と子供の品種から遺伝法則により死由が区別できることもある。オスは口笛の真似が得意である。 ペットショップにおける生態の販売価格は1万円から5万円程度で、店によって著しい差がある。品種は10種以上存在するものの、鳥類以外を主とするペットショップでは2から3種類程度しか取り扱われていないことが多い。日本国内でも飼育されている歴史が比較的長く簡単にすびきできるため、中型インコとしては比較的安価ではある。オカメインコは、 オーストラリアの内陸部に群れを作って生息しているが、イギリス人が本国に持ち帰りペットとして広まったのが200年ほど前である。学名のニンフカス・ホロンカスは、オーストラリアを初めて本格的に調査した、オランダ人がオーストラリアをニューオランダと名付けたことから、シタカス・ノービ・ホロンティと呼んでいたものを1832年にドイツのヨハン・ワーグラーにより、 ニューオランダの余生という意味で付けられた。英名のコカティールは1845年にヨーロッパでペット目的の繁殖が行われた時にペット業者がポルトガル語のカコティロ用元に名付けたとされる。品種改良は1950年頃にパイドが報告されたのをはじめ、現在では組み合わせで何種類もある。日本には明治末期の1910年代に輸入され、 ペットとしての歴史は長いが、原種の色合いが地味なことから、同じオーストラリア産の石製インコなどと比べると、全く普及せず、1960年代頃まで、石製インコの10倍以上の価格が付けられていた。しかし、ルチノウなどの品種が開発されると徐々に人気が上がり、現在では、ペットショップで普通に見かけるほどになった。近年では、鳥インフルエンザの発生により、 生産コストが上がったため、価格は再び上昇気味である。春と秋に、親鳥子牛が共同して、巣を作り、メスが巣に産卵する。通常1日置きに4個から7個の卵を産む。卵の大きさは、うずらの卵より一回り小さい程度で白色。メスが夜、オスが昼に交代で放卵し、日に数回餌を取るために、巣から離れる。放卵の時期は、 泡玉などの栄養価の高いものは控える。栄養が豊富にあると発情し、放卵を止めてしまい、交尾が始まる、可能性がある。孵化1日目のひなンフ化すホロンカス放卵してから18日から21日程度で孵化する。孵化したばかりのひなは、おおよそ4グラム。放卵の状態にもよるが、毎日もしくは1日おきに孵化する。孵化は、通常朝型。 孵化三週目のひなびなは孵化当初は、ちっちちっち、生後10日程度になると、じゃあ、じゃあと泣きながら、餌をねだる。親鳥は餌を食べて、巣箱に戻りひなに餌を戻して、口移しで餌を与える。オカメインコを手乗りとして育てたい場合には、生後18日から21日頃に、巣箱から取り出し、以降は、人の手で刺し餌をするとよい。この期間であれば、 まだヒナがあまり人間を恐れておらず、また人間が比較的容易に育てられるくらいに成長しているからである。親鳥が育てた場合、生後6週間前後に育ちをするが、生後2ヶ月くらいまでは親に餌をもらう。刺し餌で育てる場合もこれに合わせ、なるべく2ヶ月から2ヶ月半までに、自ら餌を取れるようにする。長く刺し餌を続けるとその尾の中に、 カビが生え病気になる可能性が高くなるからである。なお、オカメインコは一人餌への移行は難しい部類であるので、ペットショップから購入する場合やブリーダーに譲ってもらう場合は、なるべくなら自分で餌を食べられるようになった個体を選ぶべきである。生後半年も経てば、オスの顔の羽の色はまばらに黄色になり、オスなきをはじめ死由の区別が容易になる。メスは、尾の裏側に、 波状の模様がある。オカメインコの1歳は、人間では18歳程度であり、繁殖が可能となる。寿命は15年から25年程度で稀に30年を超えるものもいる。オカメインコは人に慣れやすい。そのためヒナの状態で販売されている。孵化後2ヶ月経つとほぼ親と同じぐらい大きくなる。人に慣れている個体の場合は、ヒナから育てなくても手乗りになることも可能である。 おとなしく繊細な性格のオカメインコは夜中に大きい物音がしたり地震が発生した時など驚いてケージの中で闇雲に飛び回ることがある。このことを日本ではオカメパニック、英語ではナイトフライツと呼ばれている。朝起きて羽が下に落ちている、怪我をしているというようなことがあれば夜の間にこの現象が起きた可能性が高い。対策としては 上野灯をつけておいて部屋を真っ暗にしないこと、飼い主が起きて優しく声をかけてやることなどがある。品種は主に体の灰色と模様、顔部分の色で区別される。別々の品種を掛け合わせた雑種も多数存在しており、それぞれの品種名を連ねた名前で表記される。ありがとうございます。